オンラインショップでお買い物した商品を徹底解剖。オンラインショップと比べてじっくり見てみましょう。皆さん、いかがお過ごしですか？バーチーチャンネルです。お気に入りの着物ショップが遠方の場合、なかなかお買い物に行けないですよね。そんな時、オンラインショップを活用してみてはいかがでしょうか？今回私は着物ショップややさんのオンラインショップを初めて使わせていただきました。皆様の参考になれば嬉しいです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は初の試みで、実はこの間オンラインショップのセールがあったよな、はい、50% オフ、はい、もうスタッフもびっくりの、はい、でも毎日も、はい、もう毎日深夜見てな、あ、もうこれでもないあれでもないって言って、はい、見て、はい、で私あのネットで買わせてもらうのは、はい、お着物自体初めてやねん、ね、おっしゃってましたね。そう、はい、でなかなかドキドキしながらのこうドキドキしたんではないかな。そうで、まあややさんやし、はい、なんとなく品物のレベルとか、うんうん、分かってはいるけど、はいはい、やっぱちょっとドキドキやってんけど、でそれのな開封動画を はい、なぜか見せてさせてもらう、はい、っていう、すいません。いやいや、家でやってもよかったんけど、うん、品物自体のこととかも、はい、なんかちょっと説明あったら、なんか皆さんもまたオンラインショップで、はい、なんか参考にしてもらえたらなと思って、はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、で、はい、私が買わせていただいたのがこちらの4点 で、あとちょっと他 の、 あのオンラインショップの他の商品で、実はちょっと気になる夏の商品を持ってきていただいたということです。これな、素敵やな、うん、いいですね、うん、じゃあ一つずつちょっと着物の説明っていうか、はい、いい、はい、うん、もちろんです。で、あのバーチーさんのようにドキドキするなっていう方多いんだろうなと思うんです、うん、ややのこと店舗自体ご存知くださってますけど、遠方で来れないとかで、来店もちょっと難しいし、今な私も行ってくださいとは言えへんから、ね、こういう時なんで、うん、なんで、すごい気になるなって思ったら一度ご連絡お問い合わせいただいたら、うん、ちゃんとに、対応させていただくので、なんでメールとかの環境がなくて電話でしか無理だったら電話をくださったらいいですし、うん、メールお問い合わせっていうのもオンラインショップもあるホームページ内にも問い合わせのところ問い合わせフォームがあるので、うん、そちらで何なしこうお問い合わせいただいたら、うん、ちゃんとに対応させていただきますのでご安心ください、はい、であとどうしても色、うん、特にこれとかも色がね、今多分画像ででもちょっと実物と近い、あ、近いですか、あ、じゃあ珍しく紫系って結構難しい、難しいですよね、ブルーとかな、うん、だからおそらく違って写っちゃってるかなと思ったんですけど、うん、近かったですか、うん、これも近い、じゃあよかったですけど、こちらもすごい色味とか心がけてるんですけど、どうしてもその見てくださっているタブレットとかこうパソコンとかそういうのとかでも色味が、うん、あと携帯とかで同じものを見てても違ったりするんですよ。私も自分が撮影するようになって初めて知ったの、はいはい、こんなに色が違うんやと思って、はいはい、で私もこうパソコンでうちの商品の色味見てて、うん、で自分のこうスマホとかで見てると、あれなんかスマホで見てるとまたちょっと色が違うとか、もうそこの部分っていうのはどうしても難しいところなんで、色味なるべくこう頑張ってはオンラインショップスタッフしてますけども、若干の違いっていうのはもう否めないところというふうにご理解いただけたら、で、あとこれ透け感がどんな感じかを一番気にしてらっしゃいましたが、かなり透けてます。これこの間の結局何だったっけ、はいはい、これはロウの付け下げですね。それが欲しかったんけど、はい、まあ、でも私透けてたらいいね、うん、はい、どんなかなりねこう透け感を感じます、うんうんうん、こうしてても今、うん、バーチーさんが見えます、私、はい、私も、はいはい、見えてますから。でちょっとこう銀糸で、そうやねんな、
まあ、私ちょっとそこまでは分かりませんけど、裏見たら分かりやすいですかね、うん、こういうさりげないこういうのがキラキラっと輝くと涼しげに見えて、でこの透け感もまた涼しげに見えて、夏を楽しみにしていただける一枚かなというふうに思います。あとちょっとフォーマル度のあるのがあってバッチリですね、紋も染めの一つ紋が入ってます。なんで付け下げって書いてあった、はい、付け下げ一つ紋の付け下げでローです。ちょっとなんかあった時に、はい、付け下げって便利やなって最近すごい思うようになって、はいはい、こう仰々しすぎもせず、うん、カジュアルすぎもせずでいいですよね、うん、何かこうご友人の発表会とか、まあ、ちょっと行く時になそういうシーンとかでも、はい、とってもこう気の利いた一枚というふうに思います、うん、なんかこれに関してはな、はい、このな模様がな、はいはい、若干な力強い感じ、うんうん、写真で見てたよりも力強い感じだった、うん、でもイメージ通り良かったです、うん、こちらが着物ショップややさんのオンラインショップの写真です。この期間中はなんと一部商品が半額セールをされていました。夏物の着物が半額でゲットできるなんて嬉しかったです。じゃあ夏つながりで夏の帯を、はい、ね、はい、一番にこれっていうのがちょっとこう思ってた画像と一番違いがありそうなのはこれかなと思ったんで、うんうんうん、これから行きましたが、うん、まあ、ここから夏つながりで夏の帯2本です ね、 うね、夏のな帯は去年なあの白のめっちゃ気に入ってるやつな、はい、あんねんけど、はい、私もそこそこちょっとさ、うん、着物着れそうな自信が出てきたし、はい、去年まだな手探りやったやん夏、はい、そうでしたね、最後の方に平野で、はいはい、あ着れそうって自信が持てるようになって、はいはい、で終わってたから、はい、欲しかって、はい、夏物もねこういろいろ揃ってきているので、そうだね、こういう黒系白系もとか貼ると、うん、またコーディネートの幅が広がって楽しんでいただけると思います、うん、でこれはセールじゃなかったん、はい、確か、はい、けど欲しかったん、はい、うん、こっちはセールやってん、白い方は、はい、そうでしたね、こっちのこっちはこれはセールじゃなかった、はい、けどそんなに高くなかったね、はい、値段言っちゃって大丈夫ですか、いいですよご自身のものでいいですよ、はい、大丈夫ですか8000円と1万円切った値段で、ねね、まあ、あのうちで仕立て替えたりとかっていう、うん、そういう手を加えていないので、アンティークのその時代のまま、うん、でもまあ十分にこううちにそういう仕立て替えてるのをすごい見すぎちゃってるんで、それと比べるとやはり使用感を感じる、うん、全然綺麗ところはありますが十分ねこう綺麗かなと、うん、であとこの2本とも長さお伝えの通りちょっと短いです、うんうん、そうやねんな、3メーター、はい、35ちょいぐらい、はいはい、40センチないぐらいなんで、うん、どっちも3メーター38と3メーター35とちょっと短いです、うん、でもそういうのもあの隠しておかず、うちはちゃんとに、うん、これは一般的長さより短いですよとかっていうのはちゃんとお伝えしてます、うん、で夏物やったらちょっとこうお太鼓の部分小さい方がそれもまたこう涼しげに見えたり、うんうん、あんまり大きくてボテってしてるよりはな、はい、ただ体格とかによって、うん、あんまり小さすぎてもなんかこうひょこんととかなってしまったりとかっていうのもあるので、うん、まあ一概に夏だから皆さん小さくがいいですっていうわけでもないんです、うん、正直なところ。であと短い帯でもこっちの垂れの方が短いくって全体的に短いものと、手先の方が短くって全体的に短くなってる帯とっていうのがあるので、それがどっちかによってまた結び方のコツみたいなのは変わってきます。なんでこう締めてみて短いって聞いて納得はしてたけど、でもやっぱりこんなんなっちゃってちょっとどうしていいかわからないわなんていう時にはおっしゃってください、うん、そのケースやったらこうしたら改善できるかもしれないですとか
何かお伝えできることがあるかもしれないんで、今のこの現状では、まあ、お太鼓はちょっと小さめに作らはる、であとはこうもう手先を諦める、あの角出しにしろお太鼓にしろこっち両端に絶対出てなきゃいけないっていうわけではないので、片側だけ出すとか、もあの一重巻きにして結んであの手先を出さないとか、いろいろこうあの何なしと工夫はありますので、あの仕立て変えなきゃ結べないというわけではないです。でも、もうすごい気に入ったし、もうこれそういう工夫なしに普通に締めたいってなったら、あのその状態によってはこう全部ほどいて、で、あのどこか見えないところに生地を足してとかっていうこう工夫もうちでのお求め品やったらご提案できることが何なしとあるかもしれないので、その時どうするのが最善かでご相談は、また使ってみて、あのこれずっと使うなと思ったら解消するために、八重さんで買ったものやったら相談してここで使って直ししてもらうっていうことができるっていうのも、ここと、こちらがオンラインショップの写真です。こちらの帯は可愛くってセール対象品ではなかったけど買わせていただきました。もう一つの白い帯はこちらです。こちらの白い帯は元から5000円だったのにそれが半額になっていてびっくりしました。ほんでな、黒の、あの模様も、これ思ったよりすごいはっきりしてた、ピンクがすごい効いてて、効いてますね、この黒にこのビビッドなピンクが時出て、でこの巻物と、そのお花と、あと柳がね、ちょっと涼しげでいいかなと思って、この柳の感じがなんとも、いいよね、でこっちの白の色紙も私結構好きやね、そう、結構前から気に留めてくださってたやつですよね。で、まあ、こっちはセールになったんで、そう、もう今が買いじゃないでしょうかっていうね、めっちゃ安かった、安かったですね、もともとね5000円というお値段だったんで、びっくりした、でこれとかもまた全然タイプ違いね、白っぽい、でこれもあのなぜ安いかっていう部分では、やっぱりこうちょっとよく見るとアクがあったりとか、そういう部分やクオリティではやはりちょっとこうこれぐらいのお値段でのご提供品やなというふうに涼しげな感じで綺麗ですね、楽しみですね、夏が、ちょうどな、あのインスタのお友達でな、オーストラリアの方がいらっしゃってな、向こう今夏やねん、逆やねん季節、ほんで夏物来たはってな、いいなぁと思ってな、見てんねんいつも今夏にね、そう、もう私の気持ちがな、みんなどうしたはるかわからないけど、でもこの時期に夏物、特に着物は、しかもセールでさ、夏物ゲットできたのめっちゃラッキーやった、ラッキーでしたね、でこちらがですね、ちょっとメンズっぽいのな、いいなと思ってな、欲しかったん、はっかけが黒でね、メンズライクな感じで、いいです、これこなせるように頑張ろう、これはもう写真とほんまに同じ印象やって、イメージ通りめっちゃ持ってるもの、どれも合うはずです、よかった、半幅でも合いそうかな、半幅で気軽にも、いやほんまな、まあ、今回半額やったし、めっちゃ嬉しかったんやけど、他にもな、なんかな、都城府のすごいいいやつとかな、めっちゃ出てたやん、ちょっとあの縦のやつ、めっちゃ見てた、もうまあ欲しかったけど、もうちょっと自分の好みが分かって、まずこういう、いやでもあれが半額で買えるって、もうびっくりした、私もだからもうみんなに、みんなに攻め合ってんでって言って。そうなんですよ、一部対象外の
えこれも対象になるのみたいなのが、もう本当にスタッフもびっくりしながら、ほんで YouTube で結構紹介してたやつも出てたやんか、はいはい、だからもうすごい嬉しくって、はい、なんかちょっと気に留めてくれたはった人が、はいはい、安くでな、はい、半額でこうやってたらいいのになと思って、ね、嬉しいですね。そうありがたいです。もうこれも本当にこうデイリーに、うん、お洋服で言ったらもうお気に入りの履きやすいジーパンみたいな、うん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 、もうなんかほんとこればっかり履いてるわ、うん、着てるわってなる一点だなっていうのを感じたんで、うん、ウールよりはちょっといい感じのやつが欲くて、はいはい、でもアンティークやと自転車乗るとき気使うし、うん、はいはい、もうこれやったら自転車で嬉しい、はい、でカフェゾーリーでねもう本当にジーパンスニーカーの感覚で着物楽しんでもらえると思います、うん。気になるオンラインショップのお写真はこちらです。本当にイメージ通りで買ってよかったな。もうすっごいこれあの風合いも良くて良かったな、うん、じゃあなだからネットで分かりにくいのってやっぱり風合いとか、はい、その生地の薄さ加減とか、はい、重さとか、ううね、なかなかあと匂い、はい、まあ、八重さんのは大丈夫やけど、はい、心がけてはいるんですけど、うん、でもそこもねこう匂いに対するあの敏感さっていうのも、結構うちのオンラインショップ の、うん、あの責任者は鼻がいいので、うん、すごい情報、八重子は鼻がいいので、あの本当敏感なんですよ。なんでただやはりその後にこう長くいたりとかすると、うん、その過程でとかっていうこともあるの で今私たちもマスクをしながらの作業なんで気づきにくかったりとかっていうので、あのお受け取りいただいたらちょっと気になるわとかっていうことも、あのどうしてもこうゼロではない、うんうん、あの防ぎかねる部分ではあるんですけど、うん、何か気になることがあればご相談、はい、ちゃんとあのご相談いただいたら対応させていただきますので、これが開封の儀、はい、はい、オンラインショップのご利用いただきありがとうございます。お金払ってあるし持って帰るだけは、はい、もういいですよ、はいはい、あ、ほんならこっちのやつもちょっと見せてもらって、はい、そうですね、はい、うん、でこれがなーセールじゃない夏物の商品が気になって、うん、今日せっかくやしちょっと実物を、はい、アンティークのおじやちじみです。アンティークのおじやちじみ、はいはい、なんで結構袖が長いのもこの感じでこの袖の長さいいですよね。ぐるぐるっと柄もすごくいいですし、まあ、ただちょっと襦袢は難しい、あんまでも半襦袢ででも私結構スケスケの、うん、おじやの着物の時、うん、半襦袢としてデコで着てます、うん、私は去年半襦袢で着てた、はい、もちろんシルエットで透けますけども、うん、でも襦袢を着てるかのように透けるので、うんうん、なら問題ないですいいな、はい、でこうやってオンラインで気になったやつは、はい、セールものじゃなかったら、はい、店舗で見れるんですね。そうですね、事前におっしゃっていただいて、うん、でご来店でもう実際に羽織れたりとかされる方は、これ思ったより透けてた、はい、やっぱりこの濃い色味なんで、うん、白っぽいものをかっこいいな。かっこいいですね、これも。いいな。ちょっと私が持ってる、あ、雪でもちょっと短い。はい、まあ夏物やつな、うん。そうですね。いっかとか言って。結構こう白を入れると、うんうんね、しっかりと透け感があって、うん、はい、浮き出る感じがあるので、そっか、はい。いいな。ですし、おじやはやっぱりいいですよ。こんな柄のなかなかない。で、あのへこ帯とかで、もう本当に気軽に。あ、私の今の顔映ってないけど。あの映ってないけど。ってなってますね。欲しいよ。ありがとう。こちらこそ。これちょっと羽織ってみたいな。はい、羽織ってみましょう。うん、かっこいい。もう格好良すぎてもう映したくない。うん、いい感じですね。すごい、この辺りの柄の出方 も最高やんな。はい、最高です。
またそのこの感じでその袖の長さっていうのも、そうなんこの流水にしてはなんか渦巻いてますね。もうめっちゃ風をイメージしてるんですかね。なんかそうかもしれない。ね、その楓が舞う、あの風神雷神さんのなんか、あの風神さんの風みたいな感じを、その感じがこう袖の長さとのバランスがすごく良くて、ただこういうのもいつもあったらいいよね。なんかね、タイプ違いで、でも何でしょう、雰囲気としてはすごく合っているのでおすすめ度高いです。緑すごい綺麗な、はい、本当なかなかこういう色柄のおじや縮みは見ないですね。ほんでこの間の着物は、はい、まだあんの？あの黒いシャーナスケ、ちょっと、はい、ちょっとお尋ねをいただいているので。本当それは良かったです、はい、これ動画に入れるかわからんけど、はい、終わり。着てみた、バッチリです。やっぱ梅の柄好きやねんな。あのせっかく来るしな、はい、あそうや、あの梅のやつあったやんと思って。やっぱりなんかこう本当にデイリーに着物を楽しんでる感が、あ、はい、ついにウールの着物の手を出して、はいはいはい、じゃもう虫がつくって聞いてたから怖かったんやけど、もうだからもう別にしてる、はいはい、遠ざけて、はい、で今日小物は全部、はい、ヤヤさんで、ありがとうございます。めっちゃ使わせてもらってる、ほんまに。チリアってる、本当に。この紐もなんかいろんな部分とさりげなくリンクして良かったですね、この色で、これもつけっぱなしやったんやけど、でもちゃんとそういうのも考えて、はい、いつも選んでくれてるから、はい、ほんまに楽、良かったです。これもこの S 感もめっちゃ、これつけといたら、つけっぱなしやもん、はい、結んだりとかね、ちょっとのことですけど、そのちょっとがやっぱり急いでたりとかするとね、いいですよ。ちょっとまあ可愛すぎるかな思うけど、まあちょっとな、明るいぐらいでいいかなと思って。このご時世こういうところちょっとこう、渋い要素も入ってますし、羽織はちょっと派手かなぐらいでちょうどいいかなって思いますし、それが似合ってらっしゃるので、はい、ありがとう。皆様いかがでしたでしょうか。私の個人的な感想では、夏の付け先がやっぱりちょっとイメージが違ったのは、柄の白い線が思ったよりちょっと太くって、もう少し優しいイメージかなと思ってたんですけど、そこが違ったのと、あとは銀糸の刺繍についてはオンラインショップには記載がなかったんですが、そこは逆にあの嬉しい誤算でした。あとあの動画の中でも言ってましたけど、夏の黒の帯のピンク色のところがとてもあの発色が綺麗で嬉しかったです。オンラインショップの写真を見た時の個々の印象の受け取り方ってやっぱり少し違うと思うんですが、結果としては私はすごく良いお買い物ができたと思います。皆様はご覧いただいていてどうだったでしょうか。もし私の動画を見てアンティーク着物を始めてみたいなって思われた方は、アンティーク着物初心者の方でしたら、私は着物ショップややさんが自信を持っておすすめできるお店です。バーチーチャンネルは金曜日と時々水曜日、着物初心者の私がわからなかったこと、わかったことを体を張ってお伝えしています。コロナでおうち時間が増えた中、着物生活を始めたり、私のようにリスタートされたり、楽しい時間が増えることを願っています。今のコロナの状況が落ち着いた時には、ぜひ皆様と一緒に京都着物お買い物ツアーをしたいなって考えています。ぜひチャンネルの登録をして楽しみにお待ちください。本日もご視聴いただき本当にありがとうございました。